子供を中心に考えられないっていうところが多いのかな。子供にあんまりダメって言わないでほしいな。名前を呼んでセナって言って名前が悪いものみたいに聞こえちゃったら嫌なので、夜中におっぱいをあげるんですけど、隣でこうグースか寝てると一緒にこう寝かしつけてほしいなとか。育児をやってよって言われるんですけども、まあ、こっちはこっちで仕事で帰ってきてから疲れてるのになと思うんですけども、私も結構仕事忙しいので仕事行ってきていいよって言ってくれるんですけど、もうちょっと心よく言ってくれると嬉しいなっていう。部屋の掃除をしてほしい夜泣きは妻任せ僕が起きてもしょうがないんですよ。最初に自分でお風呂入れた時は入れるのも不安、その時から比べたら今だいぶできるようになったなってあおちゃん立ったのすごいね。どうやって最初立ったかっていうのをすっかり忘れてたんですけど、やっぱり映像を見て思い出したなっていう。いろいろありました、ね、生まれてきた瞬間の時はやっぱりそれが残ってるっていうのはうるうるきます。泣き方がやっぱり今と当時で変わってきてるので、泣いてるシーンもなんか懐かしいなと思ってます家事の方が大変ですけど、うん、嬉しいです。やっぱ頑張ってた甲斐がありますね。ちゃんと伝わってたんだなって子供も自分たち親も1年目2年目3年目4年目って成長の証として残していけることが大切かなというふうに思ってます。